本日の BO1 やっちゃうよラットです。今回はですね、ライキジョーンズさんと、まあ、BO1 やっていきたいなと思いますので、ライキさんですね、おっと、相手に出た。よし、で、ライキさんはとりあえずな、何使うか普段は三重石を使ってる方で、まあ、何使うか分かんないかな。なんだろう、で、まあ、僕はあれですね、この新カードの見習い新鋭で使った、まあ、スケラデッキをですね使おうと思うんですけど、これが結構強いです。てかまあ使いやすいですね。お、待って、フローできた。使いやすくて、まあ、このデッキもですね明日動画に出そうかなと思っているところです。ということで、まあ、これでですねいきたいなと思います。ということで、いきます。とりあえずオーブン立てたいところですね。とりあえずつけ流して、いやーね、見習い新鋭隊はまだ出したくないですね。あ、これはメガコで防衛して、ポイズン打って、これでオーブン回ったんで、まあ、とりあえずオーブン置いてですかね。三子っぽい、いやー、いや待って、これ三子だわ。ライキさんが動画で紹介してたホグ三子、じゃあ見習い三子みたいなじゃないかな。そう、ライキさんもやってる方なんで、いやー、まあ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 、これは3子1体は処理できるんで、この2体の方をアイゴルミニペじゃない、アイゴルミニペでこれ置けるか。よし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 、でこれで、まあ、オーブン置いて、いやー、まあ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 、見習いが強いで、見習いはもうできるだけ後出しの方がいいですね。なんで自分の陣地に入ったところで、あの防衛室のカウンターですね。待って待って待って、今のスケルトン見た？そっち行くっていう、いやーいやー、くそー、やばい。スケルトン流して、アイゴル流して、これはもうポイズンですね。でもキングも起動しちゃってるんで、ここにポイズン、いやー、まあまあまあ落ち着けと、これ一回ディガーを転がして、いや、まあ見習い出しましょうと。でこれはポイズンもあったんで、ここに防衛ポイズンです。でよいしょ、よしよしよし、で相手多分またエリポン置いてくるんですよ。いや置いてこない、おお、なるほどね、ですよね。まあまあこうして、まあ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 、リポンにダメージ与えつつ、もうちょっと3してきたらまたポイズンでいいか。多分この辺に来るんですよ、今度こっちですね。こっち2体いるんで、2体がポイズン当てて、フルオーブン置いて、これにディガー飛んでくるんで、いやー飛んでくる。とりあえずこれリポンしてるんですよ。スケラー、はい、だけでエリコンを起こします。あれ壊れて、やばい、それは全然効いてない。いや、けどこれは美味しい、これは美味しいからのカウンターにつなげたいところではありますけど、まあ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 、いやー、ポイズン打ちてー、これで来たらポイズンかからのターゲット一応取りつつ、やばい、うまい、また返しとく。ミニペで防衛しつつ、ミニペやない、メガゴ、待ってよ、これワン
ちゃ引き分けがあるけどな、エリポン立てられてるんですよね。いや、これは惜しい、これは惜しい。これでアド回収ですね。オッケーオッケー。しかもファイスピが刺さってる、よしよしよし。だからファイスピ削りでサタラ勝てる。やばい、めっちゃ美味しい。これ新兵隊出して、いや回したいですね、なんかどっちか。しんどいな、言うて。これメガゴ出して、よしよし、もう新兵隊回った、新兵隊回った。右側の3周危ないんですけど、おいしょ !2 周目。よしよし。からの、やすけだな、出さない方がいい。まだ。待って。しっかりウッド削り。これ守る。一番後ろから見習い出す。オーブン出す。よしよし、このエリポは無視ですね。このエリポは無視で。左側にスケラーしてキングタワー起動してるんで、ここにスケラー打って、で3時来たらポイズンだから、これに来る。あー待って、シャシャった、全然こん、このポイズンやった、やばい、これで負ける。まだもう後ろから展開、防衛できる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 、いやーやばい、やめて、ファイスピやめて、いや、つい見習い、え、待って、え、引き分けやん、え、え、待って、マジか、グッドゲーム。ちょ、待って、これはあれっすね、もう一戦っすね、ちょ、これはもう一戦っすね、本日の BO1 と言いつつも、これはさすがにもう一戦ですね。はい、というわけで、三十石かな、ということです。いや、BO1 なんですけど、これはさすがにもう一戦お願いします。さすがにこれはもう一戦。いやー、一戦って言ってるからな。オッケー、よかったよかったよし。本日の BO2 ですね、引き分けの場合は。よし、よろしく。ピースしておきましょう。いやー、あっという間に6分経つ。これはリボン来ました。待って、リボン置かれない、危ない、だるき、これは姉妹三子で、あースケラかな、スケラかな、これ小嬢が合わせて防衛させて、あー相手あれっすね、多分なんかダブルアイスウィズエレキスケラのバルキリーバンス、これもまあアイスゴーレム投げて打ってあげて、よし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 、これあれですね、ヤングステッパーで裂いてエリポンを回してですね、でこれ外側にここするとスケラもし打たれた時にダメージ受けちゃうんで、内側にしてポイズン打つとキング起動するんで両方に打つ、まあまあそうです、これは美味しい。で、これは三重子も後ろセパからの、もう小嬢ババとアイゴレで、リクエストじゃないですか、佐藤。で、問題は2側にバルキーで、そう、1側にボーラーなんで、こっち側に、これプラスの2側で、ターゲットとして、相手はあっち側にバルキー出さないといけないから、少なくて、これが突進入らなくても、まあ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 、マスケ入る。これはアイゴレで釣って、よし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 、でけえ、相手の初手が多分事故ってたっぽいですね、エリポン行った時にスケラ打たれなかった、よいしょ、もう一回エリポン行って、これまた姉妹の三重子で防衛ですね、これでそれで全部、あー逆サイ、それうまい、いや、あ、そうだ、1個落とした後なんで、こうなるんですよね。三重子が、なんか、バカなのかわかんないですけど、戻ってくるようになってるんですよね。1個白、落とされたか落とした後は。いや、これはもうバレッキーで防衛されるんですけど、で、リポン行って、よしよし。いや、これはもう、
勝ちましたね。もう一回三次石出してここに出したらもうポイズンで処理されてもタワーダメージもありませんし、これでマスケ延命からの延命からの延命からの延命でよいしょ、いやーこれは勝ちや。よし、いやーよかったよかった。 GG グッドゲームですね。はい、というわけで今回本日 BO1 が、まあ、BO2 になったんですけど、まあ、無事勝つことができましたということで、今回の対戦相手はライキジョンズさんでした。でライキさんもめちゃくちゃ面白くて動画やってるんで、動画のチャンネル発表くんでよければチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバイ。